岡県小郡市にある如意輪寺では、今月1日から風鈴祭りが行われています。およそ4000個の風鈴には、願い事が書かれた短冊が吊り下げられていて、1個500円で奉納することができます。如意輪寺は寺の敷地内に1万体以上のカエルの置物があり、別名カエル寺とも呼ばれています。今日6月6日はカエルの鳴き声ケロケロにちなんでカエル祭りが開かれました。今日はカエル祭りが開催されていて、獅子舞ならぬカエル舞が頭を噛んでくれます。お願いします。ああ、ご利益がありそうです。風鈴はね、その毎年なんか写真撮ったりとかこう、会いに来てて、いいですね。なんかこう皆さんこうね、楽しい。カエル祭りは今日の午後5時で終わりましたが、風鈴祭りは9月末まで行われています。